こんにちは、Xブレイドアンバサダーの佐野博文です。今回は、YGK から社名を変更して、Xブレイドという、新しいブランドを立ち上げます。スポーツフィッシングにおけるいろいろな環境や、よりスポーティーにということで、これから新たにルアーフィッシングに対していろいろ展開していきます。いろいろな新しいことを考えて、環境にも優しく、これからの、釣りに適応するように Xブレイド立ち上げますので、ぜひよろしくお願いします。それでは今回の新商品の説明をします。まずは Xブレイドフルドラグです。今まであったフルドラグより原子を変えてさらにパワーアップです。糸を P ラインは組んでます。その組んだラインがほどけにくくなるように熱を加えて加工します。でしっかりと使いやすく、そして滑らかに使いやすくしたのがこのフルドラグなんですが、耐摩耗性がすごい強いんですね。で、そうすると硬くなってしまうと思うんですが、これはすごくしなやかです。そしてキャスティングした時に本当に飛距離が出てトラブルが少なくて、素晴らしいラインで、一発ここ勝負という時にも必ず、ミスしちゃいけない時とかに、自分が注意をしながらバシッと決められるようなラインに仕上がってます。耐摩耗性もすごいんですが、耐久性もすごいです。で、引っ張り強度も強くなっているので、本当にこれからの次世代のラインとして強すぎず、弱すぎず、細いところもですね、あと硬すぎず、柔らかすぎずというところで、一番ルアーフィッシングに適したところで強さのバリエーションがあります。で、各号数によって強さが違うんですけど、今までは12号というものがフルドラグにはなかったんですよね。で、柔らかくてしなやかで12号のフルドラグが欲しいということで、今回 Xブレイドにして12号のフルドラグのラインを用意しました。これで青森などの青森や海外遠征のクロマグロなんかにも使えると思いますので、ぜひおすすめの新商品です。はい。そして、もう一つの商品なんですけど、ジグマンです。もともとこのジグマンもあるんですけど、これも、新たに、原子を変えました。そして、やっぱり組み方を変えて、これは、樹脂ですごく加工してあるんですね。それはなぜかと言いますと、ジギングで使った時に、ジグをしゃくってます。ジグをしゃくっていった時に、しゃくり上げた時に魚がバイトした時っていうのはすごい、衝撃がきます。その対衝撃性を本当に考えて強くしたのがこのジグマンです。これはやっぱジギングで大きな魚が出るようなポイントなんか行った時に、ドラグを強くしてこの糸でジグをしゃくっていった時に、不意に大物がドーンと来た時にも対応できるように、対衝撃性というところを本当に、考えて作ったラインです。そして、やっぱ水絡みが良くてノットも組みやすいというところが、ジギングにおけて、ちょうどいい柔らかさというところも本当に求めて、それで樹脂加工というところで、考えています。で、この本当にジグマンというのも、前回のものも素晴らしかったんですけど、今回また Xブレイドになって新たな、展開をしていくという中で、本当にまたこれ次世代ラインのうちの一つになると思います。キャスティングのフルドラグ、ジギングの、ジグマン、Xブレイドで、これからずんずん展開していくんですけど、さらに新しい、ライン作っていきますので、よろしくお願いします。 Xブレイドです。はい。続いてはリーダーです。Xブレイド商品の中で、やっぱリーダーといったらキャストマンアブソーバーです。僕もこれが大好きで、これはリーダーとして組むんですけど、昨日ですね、ちょうど相模湾で、48.6 キロ釣ったんですけど、6号の PE ラインで、フルドラグで釣って、このキャストマンアブソーバー130ポンドで取りました。これはやっぱノットが組みやすくて、ちょうど程よい伸びがあって、硬すぎちゃってもダメなんですけど、柔らかすぎてもダメなんですね。本当にちょうどいいところで伸びながら、 P ラインでは、補充できないようなところをこのリーダーが、衝撃吸収してくれて魚をいなしてくれる。そして、ねずれみたいなところとかにも、強いという耐摩耗性がすごいあります。で、Xブレイドになってもこのキャストマンアブソーバーは出ていくので、僕も愛用してすごい使ってるので、またこのスポーティーによりなっていくので、 Xブレイドお願いします。そして、Xブレイドもそうなんですけど、
こちらの、ジグマンとかフルドラゴンもそうなんですけど、このパッケージが、環境に優しい、FSC 認証を取ってます。環境のこともしっかり考えて、さらに、スポーツフィッシングに対しても、最先端でいくってところが新しい X ブレードです。ぜひ、X ブレードを体感してみてください。